そうだよ。こんなスピードでマインスイーパーやってる人見たことないとかってよく言われるもんだよ。なるほど。なんだかんだね、うちの素人がすごいことですから、とレギュラーシーズンのシーあれをスコアを競うと、それこそ最後の20試合になってチーム状況で打つんだから、最後の10、20試合除いて70試合ぐらいで個人タイトルをもう確定させちゃった方がいいって調べるやつに言ってた。そうじゃないと、だって僕がプラス300してたってチームはマイナス100の時あるから、アベマーズその時に俺は300のつもりでなんて打てない、100のつもりなんですから。だから俺はパイレーツより上だったりとか言って打ってるから、俺が2位で、アサビンが4位だったらいいやって言って打ってるからさ、競ってないのよ、その1位を狙ってないのよって、やっぱりそういうのあるから、残り20試合だったらね、含めないのがいいらしいよ。そうなの、翔ちゃんそういうの結構ゲーマーだから、思ってもですね、そう、結構言う、意外とあいつね、考えてるんですよ。半分取ってもね、慶応だしね。そうなんですよ、うちは青山学院と慶応だから、あの2人はいつもそんなくだらねえ話してる。まあ、視野が広いという意味ではいいんじゃないですか。あと、去年優勝したパイレーツが、その組み合わせ表をいいところを選んでいくべきだとかいう、その最終試合打てる方が有利じゃん。うん、90試合目は、うん、それを1位からそういう風にすべきだとかもちゃんとなんかいろいろ言うの、うんうんうん、それはそれ、まあ、そう細かいことより自分らしく打てる方が俺はいいから、あんまりシステムのことにあんまり口出さないっていうか思わないんだけど、あいつらは結構そういうところに頭が回るっていうか考えてる、うん、競技能だね、うん、そう、俺は、うん、半々だから、エンジョイ能とエンタメ能と競技と半、なんか3分の1ずつみたいな、うん、エンジョイするこう気持ちがないとね、麻雀持たない気持ちが、そうですね、多分なんか麻雀のね、いいところも悪いところも、もうなんか分かりきってるからだと思うんで、だってもう、だってもうそういうゲームじゃんって思ってどっかで。でもなんか、その、モッティとかはまだ若いから、強くなりたい、楽しいとか、そういう気持ちの方が多分すごい多いから、うん、だと思うんだよね。若いもんね、ラキちゃんよりさ、10個下だとね。多分一緒ですね。アキちゃんが俺より10個下なんだよ。そうだね。モッティはね、会う前は、怖い人だったと思って、初めて会った時に、あんまり腰が低くて、ビビった。なんかあると思うよ。だってさ、騙しがあると思う。私より多分ね、40センチ近く高いのかな。87ぐらい。ああ、じゃあ35センチ。みんなすごい大きいじゃない。すごいこう、なんか下げてくれるから、近いですね。本当にね、あのね、もう今でも忘れないモッティと同卓したときに、私、初トップ取ったときだったかな、でその時トイメにモッティがいて、リキに対して、私がダボ押しして、モッティのこいつ落としのなんか2枚目かなんかで、マイナー上がって、でその反対のトップ取れたの、でそのモッティラストだったんだけど、終わった後に。そう、おめでとうございますってその場で言ってきて、今ラスクってさ、私にさ、なんかさ、クソみたいなドママン打ってさ、ラスクってよくそうやって言えるなと思って、本当にいい子だねと思って感動したんだけど、いい子だね、ビンタしたい、ハンクしまれ、パーンっつって、お前がやれよ、悔しがれ、めっちゃせっかくいいなと思ってさ、なるほど、二階堂って結構いいやつだから、だからさ、やっぱさ、大物なんだよね、あなたね、売れっ子だからさ、やっぱりさ、麻雀界引っ張って、今代表だから、麻雀界さ、そのだけないですよ、俺よかったよ、アキちゃんがナンバーワンで、俺もっとこれから気楽に YouTube 活動できるわと思って、これ本当に俺を言った、アキちゃんがいないと背負えない部分があるから、俺は本当に YouTuber がやりたいのね、でエンタメがやりたい、だから楽しいことをしてファンを楽しませて、マージャン以外のことでも解説のふざけ具合も含めて楽しさを伝えたい、すごく真面目な解説が必要だと思う、俺も必要だと思ってる、こういうやつが10人に1人ぐらい、なんかこういろんな層を取り入れていかなきゃいけない時に、ものすごいそのライト層みたいなのに受けるのって、うん、じゃあどっちかって言われたら
まあ、お医者さんも会社さんが好きっていう人もいれば、結局その専門チャンネルだから専門的なこと言ってる方がかっこいいと思う人もいれば、面白くて分かりやすい方が、ね、好きっていう人もいるし、いろんな層がいるわけだから、いろんなタイプの解説がいるべきだと思うでしょ。その時に俺はおこがましいけど、真面目な解説者たちを引き立てるのも俺の仕事だと思って、俺がふざけりゃふざけること真面目なやつらも引き立つから、そうだからあきちゃんがいるおかげでとか、真面目な解説者がいるおかげでまだまだふざけられると思ってて、ありがとう。良きに計られた。本当にありがとう。いやもう時間がなってきたんで、最後にですね、麻雀界の未来ですね。僕はね、今こう一時期ネット麻雀ブームとかあって、今またすごいんですよ、VTuberVTuber って私ちょっとあんまり存じ上げないんですけど、すごいんですよ。もう僕の大好きな VTuber たちを今見せましょうか。今更やってんでしょ。誰も軍門先生っていう人がいるこの女の人がいて、この麻雀もやってくれるんだけど、なんかこういうアニメ的なものに扮してこういうゲームやったり麻雀配信したりしてる。うん、そうなんですね。そのブームが来てるとね、一回コラボしてほしい、アキちゃんが VTuber とあのナンバーワン同士。アキちゃんがやったらマジで儲かるぜ。 VTuber としてってこと？違う、 VTuber だと思った。 VTuber やっててわざとバラすっていうのはいいね、アキちゃん、はい、ね、アキちゃんが実は VTuber やっててデビューするのね。で、俺とかがめっちゃいいっつって、知らないふりして宣伝してあげるからめっちゃ、そしたらもうすぐ何万人にはなるから、うん、で、そした後になんかつい何かでバレちゃったみたいな。やらせやん。で、それがいいんだ、そのドラマが。そしたらバネる。マジャンの仕事がなくなったら考えるかな。またですね、何かこんな企画、何かアキちゃん生配信したいんですよ、僕。アキちゃんのゲームでもいいし、マジャン対決もいいんですけど、そしてまた出てもらえます？いいですよ。17方法やりましょうよ。本当に？いいやりましょうよ。あのこの熱でちゃんとマージャンやんないんだ。俺はゲームやりたいです。なんか僕に絶対勝てるゲームある。私が？だって対戦ゲームってことでしょ。対戦ゲームもそもそもあんまりやったことない。なんでなの？まあスーパーマリオとかどんなマリオ、マリオカートとか。あ、マリオカート、あの。桃鉄なんでスーパーファミコンとかのマリオカートだったりやったことある。桃鉄は桃鉄運ゲーじゃん。まああんまりやったことないけど、いや全くなくはないけど、大いに勝てるってもうない。いいですか、マインスイーパー隊の後。あれはだからもう彼女の実力俺知ってるからこんなスピードでマインスイーパーやってる人見たことないとかってよく言われるもん。だからだって突き詰めると思わない喋りながら、あれここなのにここ2V1 もしかして 2V1 取っとくどうするそういうゲームだね。あっ、はい、あ次次次次見せてここどうせあとで 2V1 になるからどうせマインスイーパーやったことないんでしょ、動画で。動画でないけど、もうでも何年もやってないからな、また。マジか。ちょっと取り戻してよ、輝きを。あのマインスイッパーの、誰しもがパソコンに入ってた時代あったじゃん。うん、あの時代のあなたを取り戻してよ。本当にゲーム難しいもんだよ。ちょ、一個聞いていい？スイッチ持ってる？持ってない。ダメだ。バカにして。ゴールってバカにしてやろうね。今どきスイッチ持ってないとかありえんのみたいな、うん、笑いだったじゃん、今。そう思ってる。だってスイッチないと配信できない。あ、そうなんだ。PS4 かスイッチか、あ、でも PC でモバイルゲームの、彼はモバイルのゲームの結構、まあ、上級者なんだけど、まあまあ上級者じゃないとやっぱりつまんないらしくてさ、その専門の人が見てくんないらしくて。PS4 は変わってきた。お？ PS4 あったら配信できるよね。そうですね、うん、姉ちゃんが買ってくれたのが確か PS4 だったような気がする。ちょっと待って、5万ぐらいするんだぞあれ。なんかね、去年の誕生日プレゼントをもらって開けてない。ひどい。それドラクエ11とか入ってなかったの？ひどい。だってやり方わかんないし。PS4 やらない人なんだ。
もったいな。カラオケ配信とかしたことないの？そんな人前で歌われるか歌えないっすよそんな人間じゃない人前で歌声披露するな、そんなことできない。ちょっとアキちゃん企画難しいな。クイズ対決。クイズはいいよ、OK って感じ。じゃあ古川さん呼びましょう。お、古川さん呼んで、古川さん呼んでクイズ対決も出る。私とおいさんのクイズ対決すると古川さんに問題出してもらって、あ、出る出る。お、いやいや、それちょっとカップリキューかタカチャンネルかわかんないけど、一緒にやってるよ見てるマジか。ちょっと一回比較しますわかりました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。